全車輪を引き込んで中期しているバリーイージールータンバリーイージーとはアメリカの航空技術者で航空機設計家バートルータンによって開発された小型航空機で後に組み立て式飛行機として販売されたエンテ型推進式の航空機であり同様の形態を採用していたバリビゲンの改良発展型であるまた本機はルータンが後に開発する ロングイージーの元となり、他の開発者へも影響を与えてエンテ型の組み立て式飛行機の流行を生み、さらに繊維強化プラスチックを主材料とする機体の端緒となった。バリーイージーはバリビゲンの発展型として1974年から開発が始められた。1号機はルータンからモデル31の型番が与えられ、 機体組み立て開始から4ヶ月後の1975年5月21日に初飛行した。この機体のエンジンにはフォルクスワーゲンタイプ1のものが転用されていた。主翼はバリビゲンのデルタ翼から後退翼となり、垂直尾翼はウィングレット状に少し機体の外側に傾けられて主翼端に配置されていた。膠着装置は三車輪式であったが、 全車輪は引き込み式、胴体後部の2車輪は固定式とされた。初飛行から3ヶ月後、この機体はウィスコンシン州をシコ州で実験航空機協会が毎年開催している航空祭にエントリーし、500kg 級航空機として1638マイルという航続距離記録を打ち立てた。この記録達成の後、バリー・イージーは、 組み立てキットとして販売されおしこしの航空祭では、とてもポピュラーな存在になった。もともと、ルータンは、キットとして販売するつもりはなかったのだが、航空祭での反響に応える形で、バリーイージーの量産キットを製作し、ルータン航空機製作所から販売したのだった。モデル33では、主翼の翼昆布が広がって面積が大きくなり、エンジンとして、 コンティネンタルモータースの O-200 を採用している点が1号機との大きな違いだった。量産型の原型となった2号機は1976年に押し越しの航空祭でお披露目され、同年7月からキットの受注が開始された。1980年代には約2000機が組み立てられ、バリーイージーはロングイージーとともにこの時代に最も売れた。 組み立て式飛行機となった。なお、バリーイージーやロングイージーでは機体の素材として繊維強化プラスチックを用いており、これらの機体の成功によって、後の多くの組み立て式飛行機に同素材が用いられることになる。キットの販売は1985年まで続けられた。バリーイージーの操縦席。 ルータンはもともと失速や切りもみに陥りにくく、燃費の良い高効率な飛行を行えるような、航空機の開発を目標としていたが、その回答の一つがエンテ型の航空機であった。エンテ型には、離着陸速度が速くなるという欠点があるものの、主翼の失速の前に前、 翼が失速式種下げが起こって規則が増すため、致命的な飛行状態に陥る前に安定した状態へ回復できるという利点があった。1号機は、カナード翼に補助翼と昇降打を兼ねたエレボンを備えていたが、後に生産された機体では、カナード翼の昇降打と主翼の補助翼に役割を分担させている。販売開始後、 横滑り角が大きくなった時に、主翼端の垂直尾翼が失速を起こし、横滑りが加速される飛行モードがあることが何人かのユーザーから報告された。これに対応して、翼端の垂直尾翼を下方まで延長したり、主翼仮面に何枚かの短い垂直板が追加された。これらによって、横滑りの加速は、ある程度防止されるようになった。ただし、 失速に強い機体には仕上がっていたものの他の組み立て式飛行機と比べて事故率が小さいというわけではなかった。1976年から2005年までの間に計130件の本機の事故が報告され、そのうち46件は致命的なものであった。ルータンの製作した組み立て式飛行機。ありがとうございます。